どうも皆さんこんにちは、レンバーです。今回は国民的アニメに出てくるキャラクターがある日突然消えてしまった理由がツッコミどころ満載だったということで、早速見ていきましょう。それではスタート。最初はちびまる子ちゃんに登場する関口くんです。彼は初期の第一期にはほぼレギュラー出演をしていましたが、徐々に出演が減らされて、現在のちびまる子ちゃんにはあまり見る機会が減ったかと思います。それにはね、大きな理由があると噂されているので、その映像を一緒に見ていきましょう。どうぞ。こちらはマルコの同級生たかしくんは、苦手な牛乳を残していると突然机の前に現れたクラスのお調子者関口と佐々木が目の前に現れます。二人は普段から遅刻癖のあるたかしくんに対して苛立ちを見せ、牛乳を飲まない様子を見てイライラは最高潮に達しています。その光景を見ていたクラスメートたちも心配そうにたかしくんを見つめています。その後、関口がたかしくんに早く牛乳を飲めと指示しますが、家に帰ったら飲んでいるんだと発言すると、急に胸ぐらをつかまれ猛烈に激怒し、いじめに発展していきます。クラスのみんなが心配している中、二人は頬をつねったり髪の毛を引っ張る行動し、嫌いな牛乳を無理やり飲ませます。この行き過ぎた行動にさすがにマルコも注意しますが、二人は全く聞き耳を持たず、いじめは続いていきます。その時、関口はたかしくんの給食袋に興味を持ち、足で踏みつけるという行為を行います。この行き過ぎた行動にマルコが激怒し、関口をめがけてタックルをします。その後、二人は激しく睨み合いになり、たかしくんに謝りなよとマルコが言うと、関口から猛烈なビンタを受けます。壁に打ち付けられたマルコを心配そうに見るタマちゃんでしたが、この悲鳴の原因はこの怪我によるものでした。その後クラスはとんでもない空気になって終わるという物語です。当時このシーンを見た一部視聴者が、なんてことするんだとね、激怒しクレームが入り、徐々にアニメから出演が少なくなったのではないかというね、都市伝説ですね。まあ確かにね、このシーン見たらちょっとええってなりますよね。夕方6時やのにってね、ちょっと思います。続いては1979年から放送開始し、今でも放送しているドラえもんですが、記念すべき第1話、夢の町のび太ランドにも突然消えた少年がいると言われています。まずは映像から見ていきましょう。こちらがテレビ朝日版の記念すべき第1話です。のび太とドラえもんが廊下でローラーシューズで遊んでいると、ママのいる居間に突入してしまいます。その様子を見ていたママは、外で遊んできなさいと怒られ、しぶしぶ外に出てしずかちゃんとスネ夫に出会います。みんなで空き地に向かうとジャイアンにも出会いますが、いきなり見たことないキャラが登場していますね。その後のび太に先導されるいつものメンバーですが、なんかめちゃくちゃ違和感しかないですよね。主力メンバーと共にガリバートンネルに入り、主力メンバーと共に驚き、主力メンバーと謎のダンスを行うという 100% レギュラーキャラを張れる逸材でした。放送40周年にもかかわらず、この男の子が出てきた回はこれがなんと最後になりますね。調べたところによると、この少年の名前は安尾ではないかとネットでささやかれています。原作にもね、出てくるサブキャラで、アニメにもちょくちょく出演していますね。ちょっとね、昔の放送だと細すぎるので誰かわからないんですが、こんな感じで見てみると、なんか見たことあるなという感じしますよね。この映像の40年後の2019年にドラえもん放送40周年を記念して、第1話のリメイクが作られたんですが、そこに安尾がいるとね、話題になりました。ちょっと見てみましょう。あ、安尾がいますね。なんかリメイクされてもいるってめちゃくちゃいいですよね。あ、こっちでも安尾がいます。あれ、この人が安尾じゃなかったっけ。あれ、どういうこと。あれ、こっちも安尾がいる。2人いる。ですね、ネットで調べたとこは、この少年が安尾と出たんですが、現代版ですね、2019年版はなんと2人安尾がいることになりますね。ドラえもんね、詳しい方いましたら、この少年誰だったかコメント欄で書いてもらえれば嬉しいです。
続いては1969年から開始し、去年放送50周年を迎えたサザエさんですが、初期の頃は過激な内容になっており、今のサザエさんでは完全にその設定が消えた表現になっているので、ちょっと見てみましょう。こちらが50年前のサザエさんです。物語はいつもテストの点が悪いカツオですが、今回は75点を取り上機嫌で2回り、家族に自慢し褒めてもらいます。しかし部屋に戻ると、本の中に隠していた点数が低いテストをワカメに発見され、その1枚持って部屋から出ます。ここで何を思ったのか、カツオはロープを使ってワカメを捕まえようとします。カツオ謎のおばさんを捕獲する。これ普通に大怪我するレベル。その後も波平宛に届いたラブレターを発見され、とんでもない展開に発展していきます。何ですか？バカにいい匂いだね。これはラブレターだぞ。どれどれ、磯野波平様参るか。これはお前気は切るな。条件幸福です。よしくれ母さん。今のサザエさんじゃこんなハサミを使って波平さんの貴重な髪の毛をチョキチョキする場面なんて見たことないですよね。あまりにも今と違いすぎるので、その後の物語も結構ね、ブラックジョークが効いていたので見ていきましょう。こちらは第3話、お父さんはノイローゼという回なんですが、いや、どんなタイトル。マスオさんとワカメが病院に訪れると、二人は見たことないぐらい驚きます。その理由は、銃を持った男が二人を待ち受けます。行く病院を間違えた二人ですが、いや待って、この名前の病院はあかん。その後、サザエさんも病院に行きます。初期のサザエさんはトムとジェリーを意識したドタバタコメディを目指していたため、こんな感じの絵が多いみたいですね。まあとりあえず昔のサザエさんはなんか怖い。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローよろしくお願いします。それでは他の動画でお会いしましょう。バイバイ。